チャンアンの景観関連遺産は、ベトナムの世界遺産の一つ。人民省に残る、戦死時代の岩陰遺跡から、古都、ホアルーに至る、人類活動の痕跡、及び、黄河デルタ南部に発達したカルスト地形が作り出す、自然美などが評価され、東南アジア初の複合遺産となった。この世界遺産は、点在する物件をまとめたシリアル、ノミネーションサイトではなく、 一塊の地域を文化的景観として登録したものである。ゆえにその範囲内に存在する特徴的な要素に構成資産としての ID が割り振られているわけではないが以下のような保護区が設定されている。ホアルーの遺跡は面積314ヘクタール、ヘクタールが1962年にベトナムの国家遺産に指定された。花漁は ベトナム最初の独立王朝と位置づけられることもある。帝朝の都である。帝朝を建てた帝武寮が花、寮を選んだのは、もともと根拠地であったことのほか、中国への侵入を選ぶ勢力の強かった場所を避けたこと、守りやすい土地であることなどがあった。帝武寮は花寮に宮殿をはじめとする建物を築いた、ほか、厳格な規律を敷いた。ホア流から出しているの様式からは、 マレー半島やチャンパ王国を経由したインド起源の様式が読み取れるとされている。低朝と続く全霊朝はいずれも短命だったが、とは花漁に置かれたままだった。その当時は内城と外城で300ヘクタールの面積であったが、その城壁は残っておらず、他の建築要素も減損するものは限られる。全霊長を継いだ李長、陳長、後霊長の都は昭流に移り、 続く元朝のとは巡化となった。こうして、ホワルーは、首都としての地位を喪失したが、13世紀から14世紀には、モンゴルや民の信仰を食い止める、軍事拠点として機能し、その後、16世紀から18世紀に、寺院や、防壁の再建や心臓が行われた。ホワルーに残る二つの祠すなわちテーブ領を祀ったディンティエンホアンホコラと、前霊長所大皇帝。 はじむかをまつった、れ大ハイホコラにしても、現存するのは17世紀に再建されたものである。こと、ホワルーは2012年に、周辺の継承地と合わせ、特別国会産に指定された。チャンアン・タムビック継承地は、タムビック継承地と、チャンアン継承地が、こと、ホワルーとともに特別国会産に指定された2012年に、一つにまとめられたものである。 いずれもカルスト地形の継承地である。ベトナムでは1994年にカルスト地形の継承地として海の競林の異名を取るハロン湾が世界遺産リストに加えられている。それに対し、チャンアンやタムコックは陸のハロン湾の異名を取る継承地であり、世界的に見ても最も新しい部類に属するとされるカルスト地形で、その形成時期は 約2億4千万年前からと見積もられている。かつては海中にあった時期もあるものの、隆起した結果、現在のような景観になった。なお、チャン・アンは、長く安全の地を意味する。3つの洞窟を意味する、タムコックのボートツアーでは、その名の通り、3ヶ所の洞窟を船がくぐり抜けることになる。そのツアー順路の近傍には、陳朝初代皇帝の大僧らが祀られている。 タイビーホコラがある。ビッグドンはタムコックよりも奥地に位置する洞窟寺院で山中に向かって順に下寺、中寺、上寺が存在する。ホワルー特殊用トリンは2005年に設定された面積3375ヘクタールの森林保護区である。この保護区は本来生物多様性の保護などを目的に設定された自然保護区である。世界遺産として 生物多様性は評価理由になっていないが、世界遺産の範囲内には絶滅危惧種のブレティオデンドロントンキネンセを含む500種以上の植物が見られ、動物賞ではコウモリの多さなどに特色がある。その一方、この保護区の本来の保護理由ではないが、保護区内には多くの洞窟があり、戦死時代の遺跡が含まれる。一体は更新予行期から、 関心予初期にかけて海面上昇を含む様々な環境の変動の影響を受けてきた。そして、戦死時代の甲賀デルタ低出地は居住に適さず、山間の高さ20メートルほどの洞窟が居住地になっていた。21世紀初頭の調査の結果、一帯での人類の生活痕跡は3万年前まで遡れることが明らかになっており、狩猟生活に使われた。 歴史や調理に使われたと思われる日の痕跡が見つかっている。道具類の原料には当初玄武岩が使われたが12000年前あたりから石灰石も用いられている。この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2011年9月30日のことであり2013年1月17日に正式推薦された。それを踏まえた 世界遺産委員会の諮問機関の評価はいずれも否定的なものだった。文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議アイコモスは文化遺産の要素として戦史時代の遺跡ことホアルー、小村落軍などが挙げられていながら価値の証明と結びつけられているのが戦死遺跡のみでしかもその証明自体が不十分とし登録延期を勧告した。 自然遺産の諮問機関である国際自然保護連合 IUCN はカルスト地形が示す地球生成の歴史と自然美についていずれも潜在的に認められる可能性があるものの範囲設定を最高の上で価値の証明を強化すべきとし登録延期を勧告したそれに対し二0十四年の第十八回世界遺産委員会では委員国から好意的な意見が 相次いだ。自然遺産の価値は認められたものとし、自然遺産として登録すべきとする意見、文化遺産としての価値も認められるとして、推薦通りに複合遺産として登録できるとする意見などがあり、中には推薦国も諮問機関も言及していなかった基準や、基準を適用できるとする意見さえも出た。IUCN は自然遺産としての価値証明さえも現時点で、 完了しているわけではない胸などをコメントしたが、登録に否定的な意見は情報紹介を提案したコロンビアのみで議論の結果、逆転での登録に至った。ベトナムの世界遺産としては発見目で、ベトナム発の複合遺産というだけでなく、世界遺産センターの地域区分でいうアジア枠では中国以外の国で初めての複合遺産登録となった。なお、 これ以前のベトナムの自然遺産は、ハロン湾ン、本屋ケ湾国立公園の2県だが、それらもカルスト地形の特質が登録理由の一つになっていた。本物件の正式登録名は、英語、チャンアンランドスケープコンプレックス及び、フランス語、コンプレックスペイジジアでチャンアンである。その日本語名は、以下のような揺れがある。タムコックの色彩この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。2016年の第40回世界遺産委員会で、登録範囲の軽微な変更が申請された。元々の登録範囲は6172ヘクタールで、干渉地域は6079ヘクタールだったが、2014年に登録された時点で、登録範囲を再考すべきことが、不対決議に盛り込まれていた。軽微な変更はそれを踏まえたもので、 干渉地域のうち54ヘクタールを世界遺産登録範囲に繰り入れるものであった。この変更についてはアイコモスも IUCN も承認を勧告し委員会審議でも変更が承認された。チャンアン一帯に訪れる観光客は2010年代半ばの時点で年間100万人に及び2020年には200万人に達するという見通しもある。それに対応するような保護、 管理計画が適切かどうかについて、世界遺産委員会では懸念も示されている。ありがとうございます。